はい、一発合格テレビの岡です。今回のテーマはこちら、教えて年金ゼミ、ある家族のその後はどうなる、遺族基礎年金、こういったテーマでお送りしていきたいと思います。今日は遺族基礎年金を取り上げていきたいと思います。これはとてもですね、勉強になる事例だと思いますしね。まあ、通常ね、誰が亡くなって遺族基礎年金もらえますよで終わると思うんですが、その後の話しっかりと見ていきたいと思いますね。今回はですね、私の方から質問していきますから、ぜひねちょっと考えてみていただければと思います。それでは始めていきますよ。はい、それではですね、こちらの家族ちょっと見てください。5人家族ということですね。旦那さんの両親と暮らしていると、まあ、旦那さんのですね、家がちょっとね裕福なんで、まあ、そちらのね実家の方で暮らしている5人家族ということですね。旦那と奥さんのお子さんは1人だけで、17歳、もう高校2年生ぐらいですかね。でこの家族で旦那さんがですね、不幸にして亡くなってしまった、こういった事例考えていきたいと思いますね。でこの場合ですね、旦那さんもちろん国民年金に加入していたとしましょう。この場合、誰が遺族基礎年金を受給するか、これは大丈夫だと思いますけど、ちょっと考えてみていただければと思いますね。はい、その通りですね。遺族基礎年金っていうのは、被保険者等の死亡の当時、生計維持関係のあった配偶者と子供だけが遺族になれますから、そもそもお父さんとお母さんはこれは絶対に遺族基礎年金もらえませんよね。でこの配偶者というのは、必ず原則高校卒業するまでの子供と生計同一関係が必要、まあ、一緒に暮らしているとかね、そういったことが必要だということになりますから、当然このお母さんも遺族基礎年金の受給権者になるし、子供も高校卒業してませんから、この子供もですね、遺族基礎年金をもらえる。でこの2人がもらえるんですけど、配偶者とこの場合はこれ配偶者が基本的に優先をすることになるので、奥さん自身がですね、遺族基礎年金をもらうということになって、子どもの遺族基礎年金は支給停止という状態になる。ちなみに奥さんの配偶者の、ね、遺族基礎年金は、子どものね1人分の加算がついた遺族基礎年金を奥さんが受給していると。ここまではいいですね。ここまでが普通試験の問題とかね、それでおしまいということなんですけど、この後ちょっと考えてみてください。でこの後ですね、実はですね、この家みんな仲良さそうですけど、旦那のお父さんお母さんと奥さん、まあ、いるお嫁さんですね、お嫁さんは非常に仲が良かったとします。でこの夫息子さんは実は一人息子だったんですね、お父さんお母さんのね。なのでこのお嫁さん非常にね可愛いし、いい人だしね、いうことなので、このお父さんお母さんがですね、このお嫁さんにですね、私たちの養子にならないかい、養子縁組を持ちかける、こういうことあるかもしれませんね。まあ、将来のことも考えてですね、子供のことも考えて、もう正式にお嫁さんを自分たちの子供にしようというね。そしたらまあね、財産も相続きちっとできますしね、まあ、そういうこともあって、そういう提案をしたとします、ね、これはお父さんお母さんどちらだけでもいいですよ。片方だけでもいいし、2人ともね養子縁組奥さんとしてもいいということなんですね。でこの場合どうなるかっていうところ、ちょっとここ次に考えていただきたいんですね。はい、どうです、これね、妻奥さんの立場から見て、誰と養子縁組を結んでいるかっていうところを考えないといけません。これは旦那さんのお父さんお母さん、つまり旦那さんの直系、つまりこれを直系姻族と言います。だから奥さんはこれ直系姻族の養子になったんですね。で遺族基礎年金のね、執権事由の一つに、直系血族または直系姻族以外の養子となった時にこれ執権をするということになりますね。ということはこれ該当しないんですよ、直系姻族の養子になっているということなんで、ね、ですからこれね、奥さん遺族基礎年金そのまま受給します。いわゆる執権することはありませんからね、これは絶対間違えないようにしておいてくださいね。ここまではまあ大体大丈夫だと思うんです、本当はね。でこの後です、まあちょっとね、まあ、生々しいかもしれませんが、実はこの家族本当は仲が悪かったとしましょう。つまりお父さんとお母さんとお嫁さんのね、仲が非常に悪かった。でなんとかですね、息子さんが間を取り持ってた。しかしその息子さんがですね、今回亡くなってしまったということで、まあ、奥さんね、今にもこの家を飛び出そうとしている。
まあ、そんな風なね、イメージしてください。で、まあ子供もね、まあ、高校生ですから手がかかりませんからね。で、おじいちゃんおばあちゃんはこれはまだ60代で元気ということになって、実は孫は可愛いですからね。おじいちゃんおばあちゃんがこの孫と養子縁組をする、こういうことも十分あります。孫はこれちなみに未成年者ですから、これはあのお父さんお母さん、つまりおじいちゃんおばあちゃん共同でですね、これは養子縁組しないといけないと思いますが、ただ父母がこの子供と養子縁組するっていうことはこれあり得ると思いますね。こうなった場合どうなるかっていうのをね、さらに考えていただきたいんですね。はい、その通りですね。子供の立場で言うと、これ誰と養子縁組結んでるかっていうと、自分の直系の孫族と養子縁組を結んでいる、まあ完全に血がつながったね。ですからこれはやっぱ直系血族または直系姻族以外の養子にはなってませんから、まあ、当然子供は執権しないことになります。ただこれで終わらないでほしいんですね。なぜかっていうと、その後困る人が出てくるんです。子供はですね、直系血族の養子になってますが、子供は配偶者以外の養子になっていることになりますよね。ということはですね、遺族基礎年金の減額改定事由の一つに配偶者以外の養子になるっていうのがありますから、子供が減額になるということなんですね。そうするとこれどうなるかっていうと、奥さん、遺族基礎年金の執権事由の一つで全ての子が遺族基礎年金の減額改定事由に該当した時に該当する、つまりこれ妻がこれ遺族基礎年金執権してしまう、子供と生計同一関係があったから、ね、これ妻に遺族基礎年金が支給されていたわけですから、子供が減額改定でいなくなったということと一緒ですからね、これは妻の遺族基礎年金が執権することになります。そうするとですよ、この後もちょっと考えてほしい。こうなると、じゃあ子供の遺族基礎年金がこれ支給停止解除されるのか、支給されるのか、ここちょっと最後に考えていただければと思います。そうですね、普通はですね、配偶者と子供で配偶者が優先する、その配偶者が今回遺族基礎年金執権するんですから、子供の、ね、遺族基礎年金支給停止解除になるんじゃないか、これ普通こう考えますよね。だけどまた忘れてほしくない点が1点あります。これは何かっていうと、子供の支給停止事由の一つに生計を同じくするその子の父または母を有する時に該当するということになるわけですね、この事例で言うとね、いうことなので、これまだ支給停止のままという結論になると思います。この生計を同じくするその子の父または母を有する時というのは、これ遺族基礎年金の子の独自の支給停止事由なので、これはぜひね、忘れないようにしてください。遺族厚生年金にないんですね。だから結構試験でもよく出るところということになりますから、まあ、最終的にこの事例、妻は執権しますけど子供も支給停止のままかなということになると思いますね。はい、どうでしょうか。遺族基礎年金っていうのは意外とシンプルなんですけど、出題のポイントになるのは何かっていうと、やっぱり執権事由と減額改定事由をきちっと分けるというところ、あとは子供とか妻の、まあ、配偶者の独自のね、執権事由とか支給停止事由、この辺までね、これ思い出すことができるこの事例ですから、ぜひね、この事例繰り返しイメージしてもらって、遺族基礎年金のね、重要なポイントっていうのを忘れないようにしていただければなというふうに思います。今回は以上です。